伊勢里に何ドン引きする愛好家たちの反応集。ガールズバンドクライトは東映アニメーションのオリジナルアニメ、現在金曜日24時30分から放送中。俺の心を捉えて離さない女。感謝の代わりに中指立てる女。器物破損&障害未遂ガール。デスメタルの申し子。川崎バロレンス女。熊本で育成されたナチュラルボーン川崎民。川崎街から来て川崎の民度を下げる女。ロックと出会う前から中指立てて生きてきた子。ロックという言葉は伊勢里に名のためにある。音楽に出会っていなかったら猟奇的殺人者になっていたヒロイン。書いてた花田先生がめんどくせーって言ってしまう女。この子怖いよ。暗いは暗いでも大暗いとかの暗いですよね。海外で配信できないしハンドサインが中指から小指に変わったけど中国だと小指立てるのが侮蔑の意味になるのが笑う。竹書房のポクテですら自重したのをやらかしたのはロックすぎる。女版ネギシ。ラブライブのスタッフがお送りする令和のデトロイトメタルシテ。初対面の相手の親切に対して勝手にヘイトゲージ溜めてるのがまんまネギシで笑う。DMC とボーイを足して2で割ったような主人公。二代目小淵沢知らせの称号を与える。令和版ケヨン。ふわふわタイムどころかトゲトゲタイムじゃん。鬼塚千尋みたいに救急車を蹴りそうなメンタル。棒の化身。面白い狂犬。お近づきになりたくないタイプの面白さ。この不器用さに見かれる。器が小さすぎて逆にでかい。自分で流行らないけどなんか心情が理解できちゃうラインなのでなんか目が離せない。大衆音楽やるなら社会に反抗的なくらいがちょうどいい。こいつロックの才能ありすぎだろ。女の子だって暴れたいの精神を引き継いだ東映作品。プリキュアで CG 技術を育ててたのはサイン決めながらペンダントライト振り回す描写をするためだったんですね。ロックンローラーに品性なんて必要ねえんだよというのを東映から感じる。ボザロですらお上品なのかもしれない。初めてもらった照明は振り回しやすい LED でもらったその日に喧嘩で叩き壊しました。伊勢里美奈なんてそれでいいんだよ。暴行犯一歩手前と聞いた。現行犯なら逮捕されてたよ。うるせえって言われて電灯振り回して襲いかかるやつ初めて見たよ。物語の語り手が信用できなくて笑う。毎週反社会的ポイント稼ぐアニメ。今の若者に足りないものを携えた女。足りなくていいんだよ。足りたら学生運動とかそっちの方に働きそう。年上世代の上から目線に切れるから学生運動とか無理やろ。初対面で馴染めないとか陽キャと話せないとかならまだボンピョクの陰キャだけど、当たり前のように上から目線で腹立つという感想出てくるのモンスターとしての素養がありすぎて好き。他人を攻撃した後流れるように自己嫌悪に陥るあたりがモンスター。音楽なら輝けるんだとか憧れを追いかけてとかじゃなく、こいつはもうロックバンドやる以外ねえだろという形の納得のさせられ方。初めての体験だ。女の子がロックをやる作品が少なくない昨今でも、ロックな魂を持て余した女の子がロックを獲得する作品は珍しい気がする。もはや音楽性より人間性の方に興味津々なのよ。何の意味もなく学校の窓ガラス割ってそう。下手に襲ってチンコ加えさせようとしたら噛みちぎりそうな女。若い女が隣に越してきたから1話のゴルフクラブが結果的には正解ムーブだった。実際なんでゴルフクラブ見てやっぱりいいです。したの哀れまれるのムカつくって逆張り根性でしょ。前回お隣さん夫婦のご厚意断った時点でめんどくさい女子の匂わせはあった。想定したよりもはるかにレベルが違った。実際にはゴルフクラブ程度ではひるんでなかったという叙述トリック。親切を受け入れるってことは負けるってことなんだよ。むしろ川崎人いい人たちだよね。中指立てられた店員も路上のバンドマンもこいつが問題児。まん丸なライトすらトゲトゲに作り直さないと落ち着かないらしいな。吊り下げ方の電灯を振り回すなんて考えたこともなかったよ。酔っ払いより酔っ払いみたいな行動してる。この子ずっとシラフなんだよな。手足掘られるまでは余裕で暴れ続けそうな信頼感ある。やや引っ込み思案の普通の女の子。小中高と目立たない存在で成績もごく普通。特に大きな夢もなく空気を読んでみんなに合わせて生きてきた。嘘をつくな。私は負けてねえよな、間違ってねえよな、の精神。勝ちてえじゃなくて負けたくねえが原動力。ちょっといじめるといいし作るんですよこの子。他人の善意は感じ取れるのにその善意に憎しみと嫉妬を感じてしまう悲しき怪物。
一人でいると孤独感に苛まれ、二人になると劣等感に飲まれ、三人集まると疎外感に襲われる。卑屈すぎていじける、指摘されて切れる、自己嫌悪、がほぼ確定発生保証のコンボだからな。厳しく言う、なんでそんな言い方するんですか。優しく言う、上から目線で腹が立ちます。上質のゲージの溜まりやすさが特徴。自己嫌悪からバトルモードへの切り替えが早すぎる。むしろバンド組むと言ったら90年代以前は殴り合い暴落ドロップアウトの象徴みたいなもんだったから、先祖返りしている。ロックを飛び越えて川崎の半グレになりそうな勢いだけど大丈夫？日本だからバンドやる道あるけどハリウッドとかならギャングに入るやつだよね。こんなやつをいじめの対象にするとか熊本どうなってるんだ。病院送りになった時は何人か道連れにしてそうだよね。怪我してたのは私なのに誰も心配してくれない。いじめてた人を殺してないか心配です。川崎は東京、熊本は薩摩。こういう何も知らなそうな子にマウント取りたい。見下しやがって、何なんですか。高校中退して上京するのを許して仕送りまでしてる時点で親はダダカン。自覚してるつもりでも親にいろいろしてもらってるんだよなって自覚するのいいよね。してもらってる？上から目線か浴槽やが。上だよ！そんなひねくれた態度じゃ誰とも仲良くなれないぞ。上から目線か。押し付けがましい実家への反発心を持って上京したんだねと思ったら、このモンスターを抑えていたのが実家のしきたりだった、と印象が変わる。まだ情報が足りないけど怪我したのに問題にしない昇進の娘に寄り添わない親も親でクソでは。それはその通りなので熊本にも中指立ててけ。親が実際どうなのかはわからないけどエンディングには出てくるから若いなり対決なりはありそう。この女の目的は？親とか学校から逃げたかった。負けてはない。負けてますよね。正しいのは親の方ですよね。トゲなしトゲありのトゲトゲ担当。トゲみたいなの出てますよ。黒の衝動。殺意の波動かなんかか。抜け毛かな。松の葉みたいなオーラ出すし、理不尽な怒りすぎて笑える。赤黒いオーラふつふつさせるのなんの演出なんだよ。ロックレージ溜まってるの分かりやすくていいだろ。そのまがまがしいオーラ出すのやめた方がいいよ。現実に修羅子出す人初めて見た。レージ溜まって全身が点滅しだしたら大技が来る合図。自分を苦しめてきたトゲをステージで放つことで才能として輝かせるの実質異能ものでしょこれ。田舎から来た純朴なファンの子じゃなかったの？本人の認識なら多分そうだけど。田舎から出てきた純朴なバンドファンガールは大ファンのバンドマン相手にトゲ全開で噛みついたりしないからな。素朴な状況ガールみたいな面と憧れの相手兼いろいろ教えてくれる恩人にだろうと噛みつくロックな面と、溜まっていくストレスをロックに変換して出力する精神性を併せ持つ。でも封印を解いたのは桃香さんだから。先行 PV とかキャラ紹介動画見た感じ酒飲みのゲラといい性格したガキしかいないんすけど、このバンド大丈夫なんですかね。ロックだろう。めんどくせいで笑われて客殴るやりとりがいい関係してんなこいつら。ってなった、初対面だけど。初対面で伝統あげたのに失礼な態度取られた挙句、すね殴られたのを笑って済ますって面白がってるの差し引いてもレスバトラーちゃんめちゃくちゃ懐深くない？面白すぎてどうでもよくなったんだと思う。これがボッチザロックちゃんですか？ハックザロックちゃん。予備校ボッチちゃん。ボッチちゃんと同じタイプなんだけど、そこに暴力性が追加されている。ボッチちゃんってかなりまともだったんだな。ボッチがロックに触れたのはテレビ番組なので、その時点でマイルドロックである。ひとりちゃんあんなんだけど、ただドロップアウトすることは恐れてるからな。老後の心配とかしてる娘だしな。ボッチちゃんは売れるまで中退しないって理性的だな。そういえば一刻も早く中退したいとか言ってる子だったな。どっちかというとエンディングの期待くよだと思う。ボッチちゃんだってちょっとずつではあるけど、人として成長できてるんだから、女ごぼうだってきっと大丈夫だろ。ここ数日で比較対象が完全にボッチちゃんじゃなくてネギシになったよな。この絵柄からごぼうみたいなロックな女出てくると思わないじゃん。ごぼうは常人の皮かぶれるけど、ニナちゃんそもそも生きるのが下手。あいつ腐っても大卒だからな。一応の対人スキルは持ってる。ごぼうは普通に友達作れるからな。ニナちゃんは会話できないけど。川崎って実際どんな治安なのか、夜行ったことないからわからない。ラゾーナ川崎あたりは特に何もなかった気がするが。夜から朝は一通り歩くと、なんやこいつ。って人に必ず巡り会える。見境なしに絡んできたりはしないけど、近づきすぎると反応することもある。朝8時の通勤時間でもたまにいる。
ゾンビゲーか。渋谷のクラゲは何かとエロい感じなのに、こっちは何かデストロイな感じ。エッチな方とヘルプな方の H アニメ。バンドマンは大大どっかろくでなしという事実に真摯に向き合うアニメが増えてきて鼻が高いよ。ミナちゃんの過去編が楽しみすぎる。間違ってなかったって思いたかった。暴行の現行犯で逮捕された伊勢里美奈容疑者。各地の荒くれ者が川崎に集うアニメ。マシュマロにてリクエストありがとうございます。